今日の朝もねやりましたけども、この、和歌山の事件ですね、2歳児童虐待容疑で両親逮捕、和歌山やけど放置かっていうのがね、今日の、朝の、ニュースでありましたけども、これまず日付ですね、こっちの共同の方のね配信時刻、これね6月3日の13時16分に配信してますよね。これ見ただけでね、やらせと思わないといけないですね。6月3日ですから、ね、これ足して9になりますね。そしてこれ13時16分、これ1316っていうのを足してみてください。するとね、11という数字が出ますよね。日付で9をマーキング。そして、この13時16分これが11になりますからね、それで911というふうになるわけです ね。こういうふうなね、配信時間をマーキングしてきます、やらせ事件の時はね、これね朝もやりましたけども、これ中野正樹ですね。この中野正樹、この人がね33歳ということでね、朝やりました、やらせということでね、この優香ね29歳ね、クリームを塗って処置したと容疑を否認、優香容疑者は認めているという話なんですけどもね、これね川崎の事件とねつながっていますね。川崎の事件、ね、上戸でしたよね。上戸新町、上戸駅付近でしたね。これね、これこっちは小田急線の方ですね。小田急線の方はね、向こうが丘遊園と、泉多摩川っていうのがね、これが次のあれですかね、行き先なんでしょうけども、上り下りね、これ18マーキングされてますね。そしてね小田急線の方はね、上りか下りかちょっと分かりませんけども、この泉多摩川ね、これが上りなんでしょうかね。こっちは下りになるのかな、17番ということは上りなのかな、どっちか分かりませんけどもね、向こうが丘遊園、こっちは泉多摩川ですね。これ小田急線の方です。そしてこっちはね南武線ですね。南武線の方の上りとの駅ね、これよく見てみてください。これ ね次の行き先、上りか下りか分かりませんけども、中之島ってありますね。そしてこっちは宿河原とありますね。ということでね、これ名前がね中野っていうのがもうすでに出てきているわけですね。また連想ゲームやってるわけですね。ねで小田急電鉄はこっちの方ですね。ドラえもんのカラーを使ってるんですか、マスコットキャラですか、ドラえもんがね。18がマーキングされてましたね。知りませんでしたね。いやらせです。中野優香ね、母親の方33マーキング、これはピタゴラス数比ですね。そして中野正樹ね、これはカルディアンで33でしたね。ということで、ね、このもう連想ゲームをやってるわけです。しりとりのようなことをやってるわけですね。このね中野島とね、この中野正樹をね、つなげてますね。
で時刻もそうですしね。でこれもまたね、11月18日ね、去年の話を今頃持ってきてますね。ね、そういうことで、次はね、この小田急線がもしかしたら絡むかもしれませんね。小田急線はここが向こうが丘、向こうが丘遊園ね、この字が使われるかもしれませんね。そしてこちらはね、泉多摩川とありますからね、これが使われるかもしれません、次のやらせ事件でね。まあということで、これツイッターでね見かけたんですけどね、こういうような画像を見つけたんですけどね、おそらくね、工作員がね、わざと見せたんじゃないかと、このね看板を取って、中之島を見せたかったんではないかと思ってますね。でこの宿河原っていうのを見せたかったんじゃないでしょうか。次はねこういう字が絡んでくるかもしれません。それはね分かりませんけども、やらせ事件にこういうねキーワードが絡んでくるかもしれません。ということでね、終わりたいと思います。それでは。